よし、行くか。第22回スーパーファイト全選手の入場です。少しには頭は狙わないでほしいと記入した男、本当に戦いに来たのか。あれ S 級ヒーローのジェノスじゃね。格闘技とか見るんだ。そして彼もまた無類の強さを誇ります、名帝剣水流。イエーイイエーイ、開幕です。か、なあ、さっきの逆シードって何？え、あ、マジだ。この組み合わせだと、あ、お前も弱小じゃん。見たか、チャランコ、水流のケリー。じゃが2回戦で水流選手とは。次の試合はザッコス選手との試合で勝ち上がってきた。俺は覚悟の足りない奴らに教えてやってるだけだ。おい、まあいいや、これで始め。好きだらけ。なんだこの男は。次にどう、最後に頭だ。どうぞ。頭触んなよ。あ、場外です。また一発で決めたか。よし、俺もそれで行くぞ。さっきのマックス君の方が思い切りが良かったな。あんたこそなんでヒーローなんかやってんの？その程度の実力で。つまりこういうこと。さあ、いよいよ準決勝第2試合。アランコ選手無傷で決勝進出です。そこが知れません、ジャランコ選手。さあ、スーパーファイトもいよいよ決勝戦です。会場からも大番狂わせを期待する空気が伝わってきます。名帝剣水流対水球炭酸剣ジャランコ。さあ、勝つのはどっちだ。コマチ、ジャランコ君、楽しもう。え、始め。さあ、ついに始まる。あれ、あの風圧は危険だ。わざと狙ってんのか。連続蹴りが全て寸止めだ。君強いんだろ。わかるよ、俺も強いからね。君はどうしてこの大会に出場したんだ。楽しいか。ああ、強いのは楽しい。このままじゃ来た意味ないなって思ったけど、お前はちょっと違いそうだな。始めようか。行くぞ。さらに数段速い。ドン行くよ。蹴り上げた。大丈夫でしょうか、ジャランコ選手。今のはさすがにヒヤッとしたぜ。いいね、そうでなくちゃ面白くない。君の武器はパンチなんだろ。さあ打ってこい。楽しませてくれよ。君もせっかく強いんだから、そんなつまんないことにとらわれないで自由に楽しく生きたら。そんな、クリーンヒット。不純物、そんなもん関係ねえよ。水流って言ったっけ。これからも一つアドバイスしてやる。楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぜ。あぶねえ、つい癖で。なんだ今のは。よ、遊びは終わり。ここからが本番だ。まだちゃんと見せてなかったよな。逃がすか。いいかい、武術とはこういうものだ。連撃、超連撃と止まらない。バッキバキだ。うわ、君に武術の何たるかが少しは伝わったのかな。なんか動きがかっこいいものだな。それが俺もやってみるか。さっきのぐるぐる回るやつで怪人倒せた。逃げたぞ。待て。優勝おめでとうございます、水流選手。最後にアクシデントこそありましたが、終わってみれば無傷での勝利です。無傷。大会参加者は全員揃っているか。お前ら怪人になれ。
わかるか、今の俺はかつての武術家ゴーケスとは次元が違う存在なのだ。ねえ君、は俺があいつら追っ払ったらさ、デートしてくれる？ほう、この状況で逆らう奴がいたか。だったらもういい。怪人協会の敵になりうる人間は消す決まりだ。違うよ、俺の楽しい人生にはお前らが。決めた、私の選別に合格した者だけで世界を組み立て直す。お前たちは失格だ。こんなもん！閉ませてみろ。愚かな。出て、深呼吸。おお、さすが！言ってて、久しぶりに血を流したな。お前、殺すには少し惜しいな。今ならまだ寝返ってもいいぞ。なるほどね。だけどあいにく、あんたみたいなブサイクになるのは絶対嫌なんでね。じゃあ、死ね。どうした、もう終わりか。おらー、いいぞいいぞ、もっと死ぬ気で抵抗しろ。くそ、ビクともしない。こらこら、よそ見すんな。ほら、どうした。渾身の一撃を。このままじゃやばい。水流よ、決まりだ。俺も怪人になるとしよう。ふん、体が持たなかったようだな。スネクさん、マックス君、無事だったのか。一匹任せられるか。ああ。よし、まだ足は動く。逃げる。ブゾウ。当然だ。おお、まだ立とうとするか。おい新入り。はあ、アジトへ連れてってやる。来い。まあ聞け。お前より強い怪人など俺を含めて何匹もいる。警告はしたぞ。先に行く。水流よ、俺ってやつだ。やめろ。のために強さを求めていたんだ。あの水流が痛みで叫んだぞ。こんなシーンにギャラリーがいなくて残念だ。誰か助けてくれ。これが絶望ってやつだ。なんだお前は。ヒーローやっているものだ。助けを呼ぶ声聞こえたぜ水流。よく一人で耐えたな。あとは任せとけ。あの頭は。ヒーロー？ヒーローだ？弱小ヒーローが手柄を求めてのこのこ現れたというわけ。術鬼泣き下段蹴り。今ので倒れなかったのは大したもんだが、想像を絶する実力差に後悔し始めたようだな。チュラ聖剣抜き。フィニッシュだ。周りの雑魚もろとも砕け散れ。地獄送りストア。ダメだ、思い出せねえ。
何だったんだこいつ。助けてくれてありがとう。君本当は何者なんだ。俺は埼玉ヒーローだよ。あ、埼玉くん。お、君が今倒した爆弾もそう。今のがそうなんだ。殴った相手のこといちいち覚えてねえからな。近くにはおそらく豪傑もいる。豪傑。ああ、もう一匹ヤバい怪人がいたんだ。そこまでのやつなのか。可能な限り入念な準備をしてやっと勝てるかどうか。そっか、ちょっと行ってくる。ちょっと待った。聞いてたよね、忠告したろ。話さないぞ。恩人をみすみす見殺しにはできない。止められなかった。豪傑は手強かったか。うん、一発だったから他との違いがわからん。ヒーローになれるかな。俺も知らん。俺がなれたんだから誰でもなれるんじゃねえの。最初は怖くて当たり前だ。もう一つ聞いていいかな、埼玉くん。弟子にしてくれないか。絶対に断る。